はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は不調両者 J1 復帰へ大一番ということで岩田対長崎のプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、そう、両者なかなかすっきりするゲームが個数試合ないというとこですね。まあジュビロは前回岡山戦先制はしたんですけど、結果逆転負けという結果でした。で長崎は まさかの0-6ですね。まあ、僕も現地観戦したゲームになります。今年2試合目のトラスタでの観戦ではあったんですけども、まあ大量失点で敗戦ということで、なかなかまあショッキングな敗戦を目の前で見たわけにはなってきますけども、まあこの試合ね、何にせよ本当シーズン終盤に向けてここから勢いをつけんといかんというとこですよね。まあやっぱプレーオフというところを考えた時にはね、シーズンどういうふうに終わるかでプレーオフというような結果が変わってきそうな感じもします。やっぱこう3連勝でプレーオフに入るのと3連敗でプレーオフに向かうのでは若干結果はこれ絶対違ってくると思いますんで、まあ両者とも現在プレーオフ圏内というとこなんで、まあこのままいくと両者プレーオフで激突という可能性もありますが、さあどちらが勢いつけて、まあ、気持ちよくシーズン、まあ、リーグ戦を終えることができるかどうか、まあ、そこも含めてこの試合結構重要なゲームにはなりそうですけどもね。抵抗とはちょっと前置きがね、ちょっと前置きがなくなった感じがしますけども、まずこちら岩田 VS 長崎というところで、ジュビロ岩田現在3位ですね。現在勝ち点62で3位というのがジュビロの今シーズンの成績にはなってきます。で意外とアウェーでの勝利数が多いんですね。意外とアウェーの方がまあ成績よりホームの方が点は取っているんですけどもね、まあ勝利数としては実はね、アウェーの方が勝っているという、ジュビロにはなってきますね。で長崎は現在勝ち点が55で6位というのが長崎の今シーズンには、なっております。まあ15勝10分け、11敗という数字ですね。で両チーム直近5試合ですけども、ジュビロが直近5試合1回しか勝つことができていません。まあ大宮戦ですね、あの勝利以外は勝っていないというところで、まあちょっとこのままではというところでしょうかね。ちょっとずーっと行ってしまいそう。それこそ勢いを失ったままプレーオフに入るとなると若干ね、不利な感じもしますんで、残りゲームここからね、ジュビロだからね、清水戦が待っているんですよね。10月7日は静岡ダービーということで、この静岡ダービーに向けてね、どういう風にこの試合勝って勢いつけることができるかどうかでしょうかね。で長崎の直近5試合は2勝1敗2分けというところで、まあ、しっかりこう勝ち点は積み上げているんですよね。しっかりこう勝ち点は積み上げているんですけど、秋田戦はドローで町田戦大敗ということなんで、ちょっと流れが悪いかな。まあ、それまではね、すっきりする、まあ、群馬戦も、ね、逆転勝ち決めきることができたんでよかったんですけど、ちょっとこの2試合はすっきりするゲームが、ついていない長崎には、ね、なってきますんで、この試合しっかり立ち直ることが、できるかどうかというところでしょうかね。で次こちら、これが、両者直近3試合の結果ですね。まあ1勝1分1敗と、まあ直近3試合で言うとですけどもね、五分五分というとこですね。まあ長崎は前回2対1でホームでは勝ってますんで、まあ、あの時のいい印象とかイメージでこの試合も、臨んでいってほしいところになってきますよね。で次こちら、これが、両チーム前回スターティングメンバーには、なってきますが、まあ、この試合はだから中村選手が必要停止というところなんで、まあ本当ね、精神的な柱でもある中村選手の不在というところがこの試合どういう風な影響をもたらすか、まあ本当ね、後半戦加入後はですけどもね、まあ本当高い存在感発揮していた中村選手にはなってきますんで、まあちょっとね、中村選手この試合不在ですけども、チーム一丸となって勝つことができるかどうかというところと、ファンマ選手と海洋セザール選手も結構多分累積溜まっているはずなんですよね。ファンマ海洋セザールも結構イエローカードの累積は溜まっておりますんで、ここがねどうなるか、ちょっとそこもね意識的にやってほしい。まあちょっとまあこうねビビってプレーするとかじゃなくて、こうね積極的なプレーも大事なんだけども、しかしまあカードをもらわないでほしい感じのありますよね。でそして最終ライン、ちょっと米田選手は負傷で前回はねお休みだったんで、今試合米田選手は帰ってくることができるかどうかで、そしてサイドバック岡野選手も前回のゲームで脳震盪ですね起こしていますんで、ちょっとね脳震盪復帰のプログラムがありますんで、この復帰プログラムはどんだけ進んでいるかによってきますが、もしかしたらこの試合岡野選手はメンバー外になる可能性も高いというところでしょうかね。で
ジュビロの前回こんな感じとね、いうとこです。まあ、やっぱ要警戒選手と右サイドバック、鈴木優斗選手とドゥドゥ選手ですね。まあ、ドゥドゥ選手、今年、覚醒のシーズンになりましたよね。まあ、得点もしっかり決めておりますので、嫌な選手に、成長しておりますね。で、あとセンターバック、グラッサー、リカルド・グラッサー、やっぱ守備の時、岡山戦もですけどね、輝いておりましたね。あの時は、だからチアゴ・アウベスか、チアゴ・アウベス VS グラッサーっていうのがね、実現したんですけどね、そこのね、バトルではグラッサーが1枚上だったんで、まあ、グラッサー VS ファンマーですね、ここをどういう風にファンマーが、勝つことができるかどうかも鍵にはなってきそうですよね。っていうのが両チーム、前回の先発メンバーというところでございました。で、次こちら。今節の注目選手で言うと、そのドゥドゥ選手ですね。このドゥドゥ選手も、やっぱり注目選手と、ね、いうところになってきますね。ドゥドゥ、まあ今年本当大活躍、昨年はほとんどゲームに絡むことができなかったドゥドゥ選手ですけど、今年は33試合30先発6ゴール3アシスト。いや、立派な数字残しておりますね。まあこの選手、本来ボランチの選手ですよね。本来はボランチの選手なんですけども、今年サイドハーフとして使われて、まあ覚醒ということで、本当立派な数字残しておりますね。で、長瀬海洋スタイルですね、中盤海洋せざるには、なってきますが、今年は28先発で1ゴール、1アシストで警告9なんで、本当この警告の数がね、ちょっと嫌だなっていうのは正直あります。まあちょっとね、シーズン終盤の大事なところでいなくなるみたいな可能性も高いし、まあ次の試合は、ね、2試合出場停止におそらく、なりますんで、まあ、このカイオ選手カードとのまあ相談じゃないですけどね、ただまあ累積があるからといってね、さっきも言ったちょっとプレーがね、ちょっと緩くなるじゃないけども、ちょっと積極的なプレーがなくなるというのはちょっとそこも考えようなんで難しいですけどもね、っていうのがありますけどもね。で、次こちら、これが、プレイスタイル仕様と、ね、いうところになってきますが、まあ、ドゥドゥ選手は本当ね、すべての数字がいいですね。まあ、ロングシュート、ミドルシュートの指数、まあ、これ20点満点なんですけどね。まあ、20点満点の指標が相当高い選手には、なってきますね。まあ、パスチャンスも高いし、シュートも放つことが、まあ、積極的にシュート放っていて、決定力も高い中、選手なんで、本当、ドゥドゥ選手をどういうふうに抑えるか、特に右ですよね。右からのクロスとか、右からのボールに対してドゥドゥ選手が反対サイドか、飛び込んでくるみたいな、本当、右の攻撃きっかけにドゥドゥ選手がね、飛び込んでみたいなところもありますんで、まあ、ボールがあるとこないとこでドゥドゥ選手をどうされるかというところが鍵には間違いなくなってくるでしょうね。ということで、これが両チームの今シーズン、今回の、注目選手というところでございました。で、次、両チーム数字ですね、チーム別の数字と、ね、いうところで、まあ、チャンス構築というのは、ジュビロはやっぱこの辺の数字は立派な数字が、並んでおります。まあ、攻守においてですけどもね、高い数字を誇ってジュビロには、なってきますが、ただまあさっきも言った通り、直近5試合で見たときにこんだけの数字があるかっていうと、まあ、直近5試合で見ると若干ジュビロはここまでいい数字では、ないかもしれません。ちょっとね、やっぱ調子がいいシーズン、今年ジュビロをね、特に夏場以降ルヴァンカップ終わった後はですけどもね、送っていたジュビロになってきますんで、まあただこの辺の数字がじゃあ今それだけあるかっていうと、そこまではないかもしれませんね。で、長崎はこんな感じで、まあ大体いつもと同じ数字には、なっておりますね。で、まあゴール期待等はこんな感じというところを一応出しておりますね。で、次こちら、これが得点パターン、失点パターンには、ね、なってきますけども、まあ、10秒やっぱセットプレーですね。セットプレーから17得点、まあ長崎も17得点、セットプレーが取ってますが、まあ、10秒やっぱセットプレーというところ鍵にはなってきそうですね。まあフリーキッカー、いいキッカーが何名かいますし、まあ中でしっかり合わせることができる選手もいます。で、やっぱクロスからの得点も多いんで、まあ、左右の揺さぶり、これを長崎は要警戒ポイントとして考えてほしい。まあサイドチェンジのパスからね、前進していく、まあこう1対1アイソレーションですよね。アイソレーションの場面をどんどん10秒作っていきますんで、そこに惑わせない、本当1対1の対応というところは冷静に戦ってほしいところになってきますね。で、まあ失点パターンに関してはジュビロのセットプレーから13失点なんで、まあ、セットプレーというところはジュビロちょっと課題があるから、まあ、全体3割なんで、まあ、3割超えると、まあ、大体こう、まあ、弱点じゃないですけども、狙い目になるのかなというところになってきますけどもね。っていうのが両者の、得点パターン、失点パターンというところでございました。で、次こちら、これが、90分間換算の平均差点にはなってきますが、やっぱジュビロね、オフェンスのスタッツは素晴らしいですね。もう 30m ライン進入回数も、エリア内進入回数も上位というところになってきます。で、中盤は中盤でこうしっかりインターセプトすることができてて、これがリーグ2位ですよね。で、タックル本数も
4位というところなんで、まあ、やっぱこのチームはまあ組織のチームですよね。もちろんこうジャーメイン選手等の個人打開能力は高い選手、まあ、この能力が高い選手確かにたくさんいるんですけども、しかしまあやっぱりどちらかというと組織的なチーム、まあ、攻守においてこう組織がしっかりしてるチームのイメージがあります。もう誰かに依存するとかね、こう強力な外国人選手に依存するとかそういうチームじゃなくて、やっぱりこう組織的にやってくるチーム、本当横内監督は素晴らしいチームを作り上げてるなという感じがしますけどもね。っていうのはあって、やっぱ数字、いい数字に現れておりますよね。まあ、横内監督もですけどもね、まあオリンピック世代ではですけども、東京オリンピック世代では森保監督とともにね世界で戦った、方にはなってきますんでね、まあ、そういうことを考えていくと、まあ、やっぱり立派な数字を残して本当組織的に素晴らしいチームを作り上げているなという感じがしますけどもね。まあ、だからジュビロ、本当この組織力、ジュビロはこの力はもちろん、怖いんですけど、やっぱそれよりも組織力というところは長崎が、どういう風にねぶち壊していくか、本当この組織を個でぶち壊すことができるかどうかというところがこの試合の鍵にはなってきそうですけどもね。はい、ってのが読んでますね。以上、プロメンテージ、サッカーチャンネルのつっつんでしょうか。チャンネル登録してください。